全世界の皆さん、こんにちは、こんばんは、タナです。今回の総集編はキャンプチェアです。キャンプでご飯を食べたり、焚き火を眺めたり、ゆったりと過ごすにはチェアが必要です。これまで100人以上のキャンパーさんを取材してきて、まあ、ほとんどの方が当然キャンプチェアを持っています。そんな中の人気定番のチェアを紹介します。ぜひ購入の参考にしてもらえれば幸いです。それではキャンプチェア総集編スタート。ヘリノックス、これが、ノーブランド。それノーブランドです。ノーブランドの椅子で、こちらが家主がヘリノックス。これそうですね、うん、彼の持ち物、いいですね、ヘリノックス。で、あのこちらの椅子なんですけれども、はい、これなんかあまり見ないメーカーな気がするんですけど、これはヘリノックスのチェアワンなんですよ。あ、なるほど、はい、ははこれに天幕 の, あのコットンカバー、チェアカバー、カバーをつけてるんですね。ですね、はい、これってその純正じゃなくてもちゃんとつくようなものなんですね。そうですね、あのこれこういうもののこういうタイプのチェアに。あ、確かに結構いろいろありますもんね、はい、他が、はい、なんかあの類似品が結構あるじゃないですか。なるほど、それに合うように作られてるみたいですね。はあ、はあ、はい、なるほどなるほど。ヘリノックスチェア11,550円。こちらはヘリノックスのフラッグシップモデルのチェア1です。背中にはメッシュ素材を使い、通気性も優れています。非常に軽量でコンパクトながら快適な座り心地のチェアです。これはどこのです？これはヘリノックスです。ヘリノックス、もう全部定番ばっかり。チェア1、そうですね。あ、いいですね。どうですかヘリノックスのこの椅子、座り心地。うん、すごいいいですね、うん、コンパクトだし、うん、軽いし。だけども不満点は、不満点は座るときに、はい、リラックスモードになっちゃうじゃないですか。はい、料理できないですよね。確かに届かなくなりますもんね。届かないから結局こうやってそうですよね。腰痛くなっちゃう。ああ、まあ前かがみでお腹に負担かかるって感じになりますよね。そうですね。なるほど。タクティカルチェア14,080円。コンフォートチェアのミリタリーライン、メッシュ素材を使っておらず、よりしっかりとした座り心地が感じられると思います。椅子はどちらのですか？椅子はあの友達に勧められてるのはヘリノックスのサンセットチェアってやつで。なるほど。本当にここら辺を金かけようかなって、あの居心地の良さって感じで、うんうん、ここら辺はいいの買ったんですけど。なるほど。ちなみに僕もヘリノックス使ってます。あ、本当ですか。あ、良かったです。すごくこうシンパシーを感じるというか。よかったです。もう初めてなんですけど僕その椅子も使ったのは今回が初めて。あ、今回初めて。まあ一回組み立てて座ってみたんですけど、まあいいなと思って本当に。で今回初めて外で使います。なるほど、はい、こちらのこの椅子もヘリノックス、はい、この柄かっこいいですね。これそうですね、大人はこれです、ね、はい。あ、大人、そうか、おふ、あ、なるほど、あ、そうかそうか、二奥様も同じのもので。あ、で、あれはお子様用ですか？お兄ちゃんのやつですね。お兄ちゃんめちゃくちゃいいの使ってるじゃないですか、はい、すごいですね。結局コンパクトになるんで、はい、なんだかんだでこれが一番、まあ、そうですよね。はい、サンセットチェア17,600円から。ロングチェアのヘリノックスのリラックスチェアです。座面の高さも一番高い設定になるので、立ち上がる際も楽に立ち上がれるというふうに言われています。この椅子でかくないですかこれ？そうなんです。これなんですかこれ？これもヘリノックスの一番大きいやつで、うわ、すごいですね。いいっすよね、安定感あります、はい、この色が日本になくて。あ、これですか、はい、黒が欲しくて、はい、韓国から輸入しました。チェアホーム XL 26,800円。コンフォートチェアをベースにしたヘリノックスでは一番大きなチェアです。座面生地が体全体をホールドしてくれて、座り心地が抜群です。ヘリノックスに関しては僕は2種類使っていて、このチェア1の形と、あとビーチチェアですね、サンセットチェアみたいな形のものなんですけど、今僕がメインで使ってるのがこうビーチチェアといって、足がね、あの埋もれないようにちょっとこう曲がってるんですよね、丸くなってて。でそれはね、あの地面からもかなりこう地べたにほぼ近いぐらい低く座れて重宝しています。実際のところ、まあ、この間チェア比較とかもやって、
いろいろ座ったんですけれども、今だなおヘリノックスのビーチチェアが僕はメインで使っています。まあ、ただよく聞く意見としては結構高いんですよね。高いのでそのコストパフォーマンス、まあ、コストパフォーマンスを何を持ってっていうところかはあれなんですけど、結構同じような座り心地で、Amazon とかで、まあ、中華製の安いものが結構いろんなメーカーから出てるので、なんかまあそっちもまあ選択肢に入れてもまあ悪くはないんじゃないかなと思います。まあ、僕は基本的にこのヘリノックスを一番最初に買ってもう気に入っているので、まあ、特にね他のところにこう乗り換えようかなっていう感じでも今ないんですけれども、まあ、キャンプチェアとかアウトドアチェアとかで検索すると Amazon で上の方にもそれこそ2000円とか3000円ぐらいで同じような、まあ何ですかね、もう模倣品ですよねとはいえみたいのが出てるんで、まあ、そういったものもまあなくはないのかなと思います。まあ、僕は非常に好きなメーカーの一つです。コールマン。あと、あ、すみません、この椅子ちょっとおしゃれで教えていただきたいんですけども、はい、こちらのコールマンさんの椅子、安い、これはおいくらぐらいでした？これは7,000円ぐらいで。どうですか座り心地？これはいいですね。いい、はい、なるほど、確かに。へえ、はい、確かに、まあ、さっとこう車に積みやすいっていうのがありそうですね。ファイヤーサイドフォールディングチェア7,980円。コンパクトフォーリングチェアのファブリックに防火生地を採用した焚き火特化モデル。アームレストには深みのあるウッド素材が使われています。これもコールマンの椅子ですね。これはおととしのビームスコラボのやつで。あ、そうなんですか。いくらぐらいするんですか。あ、でも値段はそんなに2,000円高いだけで変わんないですけど、はい、はははは、柄が可愛いんで。可愛いですねこれ、確かにかっこいい。嫁さん用をちょっと黙って持ってきちゃいます、ね、あ、そうなんですねじゃあもう汚さないようにしないといけないというか、燃やしたりしないようにしなきゃ。結構じゃあやっぱコールマンを結構使われてますね。あー、そうっす、値段の割に物いいじゃないですか。うんうん、確かに。レイチェアビームス別注13,200円。3段階のリクライニングが可能なハイバックチェア、軽量でコンパクトに収納ができるというふうに言われています。コールマンのチェアはやっぱかなり見ますよね。で、価格帯も非常にコストパフォーマンスが高い感じがします。で、以前ローチェア比較でコンパクトフォーリディングチェアをレビューしました。で、あとはケンさんのキャンプ場で、コラボ動画を撮った時とかも、まあ、ケンさんがね、コールマンを多用しているので、座らせてもらったりしました。エントリーユーザーからベテランの人まで幅広く愛されているブランドというか、まあ、キャンプといえばコールマンみたいなイメージが持ってる人とかもね、結構あると思うんで、非常に選択肢の一つとしてはコールマンのチェアは有力なのではないかと思っています。まあ、雰囲気もね、いいですし、ほぼ全てのキャンプギアを展開しているので、まあ、合わせてコールマンに合わせて買ってる人とかも多いような気がします。カーミットチェア。この椅子なんですけれども、はい、この椅子は何ですか。これカーミットチェア。カーミットチェア、これは別で。これは別ですね。これネットで買ったムートンの、はい、ムートンラグ、はい、ああ、座り心地いいですか。いいですね、やっぱ軽いし。ちょっと僕試しに座ってもいいですか。どうぞ。すいません、失礼します。どうぞ。あー、ロースタイルで、すごくこう、もう目の前に富士山見えるじゃないですか。最高っすね。最高のポジションですねここ、こちらお座りになられている、はい、こちらの椅子もメイドインジャパンで。そうです、まあ、この椅子自体はアメリカ製のカーミットチェアなんですけど、はい、この表皮がですね、ナチュラルマウンテンモンキー。あ、この布がガレージブランドで。あ、コラボレーションしてるところですか。マイスターシートでここつながってるんですよね。ほう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 。普通このノーマルシートとか分かれちゃってて、おけつがこう出ちゃうんですけど、はい、つながってるんで座りやすいっていう。あ、ここが要するにテンションがしっかりかかるということなんですかね。ちょっと僕一瞬座らせていただいてもよろしいですか。ちょっとじゃあ失礼します。結構しっかりしてますね。あ、すごい、なんか思った以上てか全然沈み込まないというか、テンションすごいですね。温度がね、すごい良くて。この椅子なんですけど、うん、これすごいですね。これは
なんという椅子なんですか。これはデバイスワークさんとピノワークスさんでの作った三段バラっていう、これレザーですか。レザーです。すごいですね、この質感というか。座ってもいいですか。いいですよ。いいですか。どうぞどうぞ。あ、ちょっと失礼します。すごいですね、革でしっとりした座り心地というかフィット感がすごくいいですね。これなんかあの他に特徴があったりするんですか。金具を全部真鍮に変えてるんですね。ほう。あ、こういうところですか。はい、全部です。へえ。あと肘割るをつけて、あ、この上もつけたんですか。はい、ここも交換してます。はあ、すごいですね。椅子はどこのですか。あれはカーミット、カーミットチェアにあのブッシュエコロジーさん の、はい、あのカバーをつけて。あ、別売りのものなんですか。そうそうそう、あのカバーだけね。ちなみにあの椅子、はい、あの椅子は上に乗せてるのは、ラグ、はい、ラグを乗せて、椅子自体は何というメーカーなんですか。あのカーミットチェアで、はい、ネイタルデザインさんとのコラボの、はい、はあ、結構しますよね椅子。いくらでした。あれ本体が3万5千円ですね。3万5千円。あの上のやつはいくらなんですか。あれコスト、あれコストコなんですけど。あ、そうなんですか。あ、1個7千円で。あ、で後ろにサイドストレージですかね、はい、ヘリノックスの。あ、はあ、肘も変えてみたいな。あ、肘も変えてるんですね。はい、お、じゃあもう相当カスタマイズで使ってるというか。はあはあはあ、なるほど。僕が今座ってるこの椅子です。カーミットチェアです。カーミットチェア、はい、ちょっといいですか見ても。さすが、僕もカーミットチェア半年前ぐらいに買って、はい、今家とかでもたまに座るんですけど。そうですね、家具としても使えますよね。これあの柄が、まあ、先ほどのと一緒だと思うんですけど。実は同じブランドでして、シート、シートだけが別売りで売ってるんですよ。もういろんなシート売ってると思うんですよ。はい、この柄に惚れてしまって、しまいました、ね。これは何でしたっけ。これは本ロゴがありまして、ナチュラルマウンテンモンキーズというあのガレージブランド、はい、かけるバリスティックス、まあ、さっき紹介したバリスティックス、ダブルネームで、ダブルネームで出てる、マイスターシートっていうものです。うんうんうん、はい、これもそうですね、結構使ってる方多いんじゃないですかね。でさらにここも、これもそうですね、ちょっとあっちのやつはちょっとまだ買ってないんですけど、はい、こっちが横浜 の、ね、すごい有名なお店さん の、 デバイスワークスさん、はい、オールドマウンテンと一緒に作ってる仕掛けで、ひじわるっていう、ひじわる、ひじわる、ひじわる、はい、っていうので、工芸品みたいですよね。うん、すごいですね、これしかもちゃんと彫ってるんですよね。そうですね、すごい綺麗だなと思って。自分で蜜ろうワックス塗って。あ、塗ったんですね。塗りましたね、蜜ろう塗って味を出していくと。味出しています。座り心地どうですか。抜群で、うん、同じくこのナチュラルマウンテンモンキーズさんの、はい、これ、確かに僕これなかったです、はい、これがここに書いてまして、これバリスティックスとのコラボ商品、はい、のび太っていう、のび太、のび太っていう NOVIT、 はいはいはい、のび太っていう商品で、はい、しなすぎて、これな、なんなんですか。これは足の延長するようなものでして、カーミットって結構後ろの足が短いんで、はい、でしかもシートがセパレートされてると結構腰が埋まる感じがして、はあ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 、腰痛持ちにはきつい。なるほど。僕もちょっと腰あまり強くないんで、うんうんうん、かっこよかったんで、後ろだけ10センチ上げて。あ、そうなんですね。これ後ろ上がってるんですね。はい、そうです。上げて、しかもこのシートが繋がってるんで、だからなんか腰がに負担がかからず。なるほど。はい。すごくもう快適に座れます。キャンプ、椅子もちょっといろいろ買っちゃったんですけど。あ、これ以外に今までじゃあ何を買われました？ヘリノックスのタピュティカルとか、はい、あとはヘリノックスのチェアツとか、あともうちょい初期だったらコールマンの、うんうん、アルミの、まあ、似たような形の、うんうん、バックホールディングチェアだとか、はい、そういうものが、ね、から入ったんですけど、ヘリノックスとかもいいんですけど、うん、やっぱりみんな行き着くとこれになりますね。まあ確かにそうですね。そうですね、もうラスボスですなるほど。まあ、ほんとフィット感すごいですもんね。すごいですね。なんかこう腰のとこまでフィットするんで、なかなかないですもんね。家の椅子よりも座り心地いいです。あ、なんか家で夜歌ってるとか見るときも結構これ出して、自粛中のときもだいぶこれで家の中で気分だけ味わって。あ、そうですね、家とか出して。
カーミットチェア29,800円から。他の携帯用アウトドアチェアでは見られない快適さと美しさを持つ軽量チェア、メイドイン USA で職人のハンドメイドというふうに言われています。カーミットチェアについて僕も持ってます。でこれも比較動画で使ったんですけれども、相当座り心地はいいです。僕的にはもしかすると一番座り心地がいいと思うかもしれないです。ただなぜ今ヘリノックスを使ってるかというと、軽量性を考えてヘリノックスをまあ使っています。まあ、むしろ冬とかはもう地べたにそのまま座るんですけど、まあ、ただ夏とかはねちょっとこう虫とかが多かったりするんで、今はあの椅子を持って行っています。でカーミットチェアは僕ちょっと山の方とかに行ったりするときになんか持っていくのはさすがにあの持ちにくいので、重さとかね、まあ、持てなくはないんですけど、あのバラしたらあんまりねこう軽い軽いしてないんで、それは、まあ、もちろん軽いんですけど、まあ、ヘリノックスほどは軽くないっていう感じで、山とかには持っていかないですね、渓流とかそういうところには。まあ、ただ座り心地は本当抜群です。まあ、オートキャンプとかで使うんであれば、まあ、十分というか、しかもね今結構ガレンジブランドさんとかが結構いろんなパーツとか出してるんですよね、アクセサリーというか。でそういうなんかこう拡張性とかが一番高いんじゃないですかね、このカーミットチェアは。しかもまあ、価格もかなり高いんで、まあ、それなりのこう見栄えもしますし、それなりのこうなんですかね、こうデザイン性というか、まあ、同じようなこのカーミットチェアの形を真似した他からのまあ安価なモデルもあるんですけれども、まあ僕としてはカーミットチェアはまあカーミットチェアなのかなと思っています。まあオプションに関してはこう肘掛けだったりマイスターシートだったり、あと延長足などがありまして、まあそういうのもまあカーミットチェアを1個持っていればいろいろとこう少しずつこう育てていけるというか、そういうのが楽しめる椅子だと思っています。僕がこうカーミットチェアで特徴的だなと思ったのが、こう座面がそんな高くないんで、こう後ろにね、何ですか、首とかをこうダラーンとすることはもちろんできないんですけれども、全然こう本当にこれ座ってもらえれば分かるんですけど、なんか首とかがこう疲れるとかっていうのが全くないです。ちゃんとねこうホールドして背中の側も支えてくれるんで、全然なんかこう疲れるっていうのは座面が低い割に全くないので、その辺はね一回なんかお店とかで座ってもらうのがいいのかなと思ったりしました。スノーピーク、結構今座られてる椅子はそれはどちらのメーカーなんですか？これもスノーピークです。あ、スノーピークなんですね。あ、じゃあ結構そうですね、スノーピーカーって言われるやつですかね。あ、確かに。わりかしそうですね。ちょっと中もすごい気になってるんですけど、あの山崎とか中も見てもいいですか？はい、どうぞ。あ、ちょっといいですか、一緒に。あ、はい、すいません。あ、でスノーピーク、スノーピーク、はい、とジャーナルスタンダード一つだけちょっと異質な、まあ、メーカーとしてはこう系統ではないと。周りがこうちゃんとガードされてるがゆえに、あんまりこう暖かさが来ないんじゃないかなと思うんですけど、そんなことないですか？そんなことはないですね。例えば、まあ、なんか近くにこの辺でやってる分には五感が暖かいんで、はい、ちょっと僕座らせていただいてもよろしいですか？いいですか、すいません、初体験で。レンジャーの横で座る、あ、暖かいですね。全然暖かいですね。まあもう本当冬の夜とかでもっとこう寄せれば、あ、近くに。ああ、しかもこれだけ太いのをそのまま入れて、そうです、勝手にガンガン燃えるってことですよね。乾燥してなくてもある程度火がついてればもう入れれば燃える。確かにこれとかも湿ってますもんね。すごい素晴らしいですね。まあいわゆるこう二次燃焼でかなり燃えるっていうタイプのものですよね。まさにこう座られてる椅子、これは小川です、ね、あ、これ小川さんなんですね。そっちですね。そうですよね、うん、どうですか、小川さんとスノーピークさんの、まあ、椅子があるんですけど、まあ、どっちもどっちですごく心地いいっていう感じですか？今やっぱりこう一軸を低いロースタイルが入ったんで、はい、それに合わせてやっぱり買ったんですけど、両方ともなんか使いやすい椅子ですね。スノーピークローチェア30、17,600円。地面に置き押し広げるだけで設置可能なローチェア、低い座面でゆったり座れるのが特徴。
こちらも僕ね、あの以前持ってましたし、この間ローチェアの比較でも撮りました。で今までだから2個買ったことになりますね。でこれもね、張り感とかがかなりしっかりしていて、すごく頑丈だなってイメージがあります。当然座り心地もいいです。座面も高くてゆったりくつろげるようなイメージですね。なんかこれ座って焚き火眺めながらとかっていうのは、まあ、夜とかは非常にいいですね。まあ、今僕は比較的こう軽量なスタイルを目指しているので、まあ、こちらはねこう僕のメインのアイテムには入ってはいないんですけれども、オートキャンプとかそういうのをやる上では非常に良い椅子じゃないかなと思ってます。さすがスノーピークと思われるようなクオリティだと思います。他にもかなりキャンパー取材で取材しているので、一瞬登場したシェアをご紹介します。はい、座りになられている椅子なんですけど、こちらはどこのメーカーのものなんですか？これはロゴス。割とロースタイルの。あ、そうですね。どうですか、使い心地は？だいぶリクライニングができてる。あ、そうなんですか。おー、なるほど。一番低いのがこれで、はい、で立てたら、まあ、3段階。結構ゆったりじゃあ、焚き火を楽しみながら、まあ、景色も楽しめるみたいな。そうですね。そうですね。結構こうローチェアなタイプを使われてると思うんですけども、はい、この椅子はあの なんというメーカー？これはあのワイルドワンのオリジナルのクオルツっていうところの、はい、高さと、まあ、色が気に入って、うん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 、ちょっとミリタリー感もあってすごくこう地面焚き火が楽しめる、はい、ああなるほど。本当かなりローですね。そうですね、はい、もうほぼ地面ですね。地面な感じでちょっと焚き火をしたいなと思って。いいですね。皆さん、こう椅子もこれなんか同じじゃないですか。あ、いや、これこの2つの椅子です。これまた別で、あれもまた別です。ちなみにお二方がお使いの椅子は何なんですか？これは天幕？ワイルドワンのプライベートブランド のクオルツっていうところの、はい、リクライニングする。あ、そうなんですか。リクライニングというと、はい、ここちょっと待って、今どうやってしましたか？いや普通に体重かけるだけでいい。あ、なるほど。こうなる。あ、で、まあ、反発するみたいな感じなんですね。そう、バネ入ってないんですけど、はい、体重かけただけでこう特に何もない。ちょっと僕一回座ってみてもいいですか？あ、すいません。あ、いいですか？どうぞ。ちょっとすいません、ちょっと試してみます。あ、でちょっと怖いから。あ、ちょっと怖いですね。あ、このまま行っちゃいそうな気はしますけど、はい、全然大丈夫ですね。これお酒飲むときにいいですよ。あ、これがいいなと思うのは、はい、キャンプ場って必ずしも平らじゃないじゃないですか、はい、今こう向こうに少し斜めになってますね、その時にリクライニングしないとこうなっちゃうんですよね。手元がタッチすぎちゃうっていう、はい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 、リクライニング機能ついてると自分で好きなんだけど、下が斜めでも、これはどこのメーカーなんですか？バイヤーブ。バイヤーオブメインです。バイヤーオブメイン、はい、これはなんかこうあれですか、いくらぐらいするんですか一脚？いや、オークションで持ちやすかったんで一脚多分1万2000円ぐらいですね。キャンプチェア総集編いかがでしたでしょうか？過去にローチェア企画動画も出していますので、そちらも参考にしてみてください。で、その他にもヘリドックスの椅子、まあ偽造品というかヘリノックスのその真似したアイテムとの座り心地動画とかも作っているので、それもまあ見てください。で、この動画で紹介したチェア以外にもコールマン、キャプテンチェア、キャプテンスタック、ディレクターチェア、ロゴス、アグラチェア、エーライト、メイフライチェアなどなど紹介しきれなかった人気のチェアがたくさんあります。皆さんが使っているキャンプチェアは何ですか？ぜひコメント欄で使っている椅子とそのおすすめポイントなどを教えてもらえると非常に嬉しいです。この動画を見ている人は過去総集編の動画を見てもらえればわかるんですけれども、動画を見てコメント欄も結構見てくださってるんですよね。で、そのコメント欄でいろんな方が使っているこう椅子とかギアとかそういうのが他の人にも参考になってるみたいなので、ぜひ皆さんが使っているチェア教えてください。タナチャンネルでは初心者からベテランまで参考になるような動画制作を目指しています。最近はかなりキャンパー取材もたくさん行っていまして、まあ、ベスト10の企画をやったり突撃でキャンプ道具取材をさせてもらったりしていて、
またまたいろいろやっていきますんで、これからもよろしくお願いします。それでは本日も最後までタナチャンネルをご覧いただきどうもありがとうございました。